州ソイボタンの位置岩手県と秋田県2都に説明ぜひ約優秀に公平をキロメートル全国で8位の広さを誇るんだワンデー軽地方と南部地方に大きく分けてそれぞれ異なる文化と歴史があるんだワンデー奥は山脈が中央を走る東西で異なる地形を持つ津軽地方には津軽平野が広がってあずまし六宮町八幡田山などの山地が特徴だわ気候は日本海側と太平洋側で異なり冬には日本海側で多くの雪が降ります歴史は古代から続く将軍時代の山内丸山の遺跡が有名だわんで江戸時代には津軽方と富南独島に分かれそれぞれ独自の文化を発展伝統工芸や木管津軽土薬銀刺しなどが有名です青森ねぶた祭りや高専ねた祭りなどの祭り祭りボティキ文化等々漁業製造業観光業が中心リンゴの生産量は全国第一白虎漁港は水産物の重要な拠点だろ観光地は十和田久保と白人たちが人気だぜ観光名所がたくさん公然城と公然公園春には桜が美しく咲き誇る奥義世間ルル美しい自然景観が広がる十和田湖区界の色の湖と自然が魅力青森ねぶた祭り毎年8月に開催される大規模な祭り楽寺山世界遺産に登録された船林です五感青森県は豊かな自然と文化歴史を持つ魅力的な地域であり多くの観光客を引き寄せていますラッセラララッセララッセラッセラッセラ La Serra La Serra La Serra